どうも、皆さん、こんにちは。チャックバツです。本日はですね、楽天エディから楽天キャッシュのですね、実際のチャージ方法解説ということで、動画ね、やっていきたいなと思います。 ということで、先日のね、こちらの動画、皆さんね、見ていただけましたでしょうかね。まあ、ルートでですね、こういった形になりまして、JK ポスゴールドであれば、最大管理率2.05%、ANA ゴールドカードね、ビザマスターであれば2、2%がですね、最大取れるということで、ルートがね、開通したわけなんですけども、まあ、こちらね、開通したことによってですね、最終的に楽天キャッシュまでですね、行くことができますんで、まあ、このね、ANA カードとか使ってですね、投資インタが購入できたり、 楽天ページね支払ってさらに還元率上げたりね税金の支払いとかもですねこちら利用することができるということでかなりねおすすめなんですけども。 昨日話した通りですね。まだ昨日かなおととい。まぁ、あ、ちょっとどっちになってるかわかんないですけども。まあ、昨日ね、動画出した時点では iPhone ユーザーはね、利用することができなかったんですよね。で、これはですね、私が今この動画を撮ってる4月の26日ぐらいのね、あの深夜なんですけども、現時点ではまだね、実装されておりません。iPhone の方はまだね、利用することができないって言った形になります。なんですけども、私ね、Android のスマートフォンを持っておりまして、昨日の時点ではですね、Android でね、 できなかったんですよね。ですけども、こちらね、視聴者の方にね、教わった方法をやるとですね、私もね、利用することができたということで、まあ、こちらもね、皆さんにシェアしながらですね、実際ね、この楽天エディから楽天キャッシュのチャージで、またですね、質問で来ておりましたけども、図でね、お見せしてる通りですね、a n a p からこの楽天エディっていうのはチャージすることができるんですけども、まあ、こちらもですね、ちょっと実際ね、皆さんにやり方ね、お見せしたいななんていうふうに思いますので、まあ、ここら辺ね、解説一気にやっていきたいと思います。 思いますすすすののででででで気にななる方はですねぜひねね最後まままご覧いいただければなぁと思いますでこちらのルートです、ねま、ずこのキャッシュへのチャージと、まあ、ANAPay のチャージまあこちらに関してはですねまあ、ちょっと今回ね割愛させていただいてカードね登録してチャージしていただくだけですので、まあ、特にね難しい部分はねないのかなぁなんていうふうに思うんですけどもこの a n a p イからですね楽天エディのチャージですねこちらはですねこの楽天エディっていうのはクレジットカードでねチャージすることが できるんですけども、チャージするにはですね、この楽天の会員情報ありますよね。こちらに登録しているクレジットカードで、この楽天エディっていうのはチャージすることができるんですよね。ですので、楽天のね、ホームページに行って、この ANA Pay のね、あの、カードの番号を入れていただくっていった形になります。ちょっとね、私のアカウントはね、もう入ってるんですけども、ちょっとね、実際に見ていきたいなと思います。 それではですね、楽天のね、今、マイページの方に行っているわけなんですけども、こちらですね、クレジットカードの支払いをね、変更の画面に行きます。で、会員登録の情報確認変更、こちらをクリックしていただいて、ログインねしていただきます。そうするとですね、支払い方法の管理っていうのがあると思いますので、こちらをね、クリックしていただきます。で、私の方はですね、もうね、登録されてるんですけども、このね、 一番下のね、あの、ビザの僕カード、こちらね、ANAPay メンバーっていうのがね、あると思うんですけども、こちらがですね、ANAPay の登録してあるっていう風になります。ですので、ここのね、新しいクレジットカード追加っていうのをね、押していただいて、ANAPay のね、番号をこちらにね、入れていただくっていった形になります。で、ANAPay のね、番号って、クレジットカード番号のね、出し方がわかんない方は、 またね、ちょっとこちらに画面出しておきますけども、こちら ANA のね、マイレージクラブのアプリを開いていただいて、真ん中のね、ANAPay を押していただきます。そうするとですね、こちらね、右上の方にですね、カードのね、マークみたいなのありますよね。こちらをクリックしていただきます。そうするとね、タッチ ID が開いて、ANAPay のクレジットカード番号がね、見れるようになります。まあ、これでね、普通に Amazon とかでね、まあ、こういうの、この番号を入れてね、買い物もできるわけなんですけども、この番号を、このね、新しいクレジットカード 追加の画面でですね、番号とね、名義人等々をね、まあ、そのまま ANAPay メンバーでですね。 有効期限等々ね入れてていたただくって言った感じになりますこうすればですね、楽天の方にですね、この ANAPay が登録することができるっていうふうになりますんで、こういった感じでね、利用していただければなぁと思います。ここはね、ちょっとね、わかりづらいかななんていうふうに思うんですけども、こちらに登録しないと、この楽天エディのね、クレジットカードチャージっていうのは利用することができないっていうふうになりますんで、この点はね、やっといてください。 それではですね、ちょっとこれにね、画面出しておきますけども、まずね、iPhone で、えー、この楽天エディのですね、あの、残高のね、見る方法なんですけども、私はね、こちらに楽天カードを用意しまして、今回ですね、あの、楽天エディから楽天キャッシュにね、チャージするんですけども、これね、ちょっとね、正直わかんないんですけども、ANA のね、クレジットカードの エディっていうのは、一応ね、対象外のね、番号に入ってるんですよね、この楽天エディから楽天キャッシュに。ですけども、ツイッターではですね、楽天カードの楽天エディでできたっていう方もいらっしゃいますんで、まあこれどこまで、あの、こうなってるかちょっとわかんないんですけども、一応ね、あの公式サイトには JCB のね、スーパーフライヤーズは、この書いてあるね、楽天エディは、この楽天エディから楽天キャッシュへのチャージのね、対象外に入っておりますので、 多分できないと思うんですけども、中にはできてしまう方もね、まあ、いらっしゃるのかもしれないですね。で、私はね、今回ちょっと楽天カードのね、楽天エディで利用させていただくんですけども、裏にね、楽天エディのね、番号等々がね、書いてあると思います。で、iPhone で利用する場合は、楽天エディのね、アプリをダウンロードしてください。で、ログインね、していただいて、そうすると、こちらの画面に、ね、なると思いますんで、ここにね、チャージっていうボタンがね、ありますよね。 で、残高が記載されてないと思うんですけども、こちらね、1000円今ね、入ってるんですよね。ですけども、チャージ、あの、残高ね、出てないと思うんですけども、この残高確認っていうのはですね、iPhone をこの楽天カードにね、近づけていただくと、残高が見れるっていう風になっておりまして、ちょっと今やってみますね。こちらね、押すとこういった画面になって、あの、あんまり映ってないかもしれないですけども、こういった感じでね、はい、カードを読み込ますと、 エディのカードを読み取りましたということで、こういった感じでね、残高が見るように、見ることができるようになります。で、iPhone でもね、利用することができれば、この右上にね、今、楽天キャッシュっていうのがあると思うんですけども、多分おそらくこういうね、プラスボタンができて、そこからね、楽天エディから楽天キャッシュねチャージできるようになると思うんですけども、まだね、iPhone の方は実装されておりません。 それでは次にですね、android の方でね、実際にチャージまでね、やっていきたいなぁと思います。私のね、楽天ハンド結構前にキャンペーンでね、1円で買った方いらっしゃると思うんですけども、私もね、この楽天ハンド1円でゲットいたしました。ということで、えー、楽天エディのね、アプリを開いていただきます。ちょっとね、この、android ってね、スクリーンショットを撮ってもね、あの、セキュリティの関係でね、黒ボケまあ、真っ黒になっちゃうんですよね。 撮ったとしてもですので、ちょっとね、申し訳ないんですけども、画面ね、こうやって、あの、見せながらね、やりたいと思いますんで、申し訳ないですけども、こちらちょっとね、ご了承ください。まずね、この楽天エディをね、えー、開いていただくと、えー、こういったね、画面になります。このぐらいの方が見やすいですから、ね。はい。なってると思うんですけども、まずね、 え、このお財布形態っていうのは、この Android のスマートフォンでお財布形態が付いているものに関しては、このままピッて言ってね、あの楽天エディね、使えると思うんですけれども、え今回ね、エディカードっていう方を押します。そうするとね、まあ、こういった感じになりまして、こちらですね、残高を押すと、先ほどのね、あの iPhone と同じ感じで、このね、カードを読み込まして、 残高をね、チェックするっていった形になります。非常に面倒くさいですけども、えこういった感じに、ね、なってるんですよね。で、これをね、やると、こういった感じで。 1000円っていうのがね、出ると思います。で、こちらでですね、今ね、1000円、えー、残高入っておりますんで、このね、楽天キャッシュのね、右上にプラスマークね、あると思うんですよね。公式サイトでもね、こういった感じで、あの、案内が出てると思うんですけども、これですね。ですねこれをね、丸を、あ、プラスをね、押していただきます。そうするとですね、楽天 AD から楽天キャッシュのね、チャージっていった感じで、こういったね、画面になります。次の画面では、こういった感じでね、えー、楽天 AD から、 番号を選んでね、チャージする画面になります。ですので、チャージ金額を入力ということで、またね、読み込ますみたいですね。で、そうするとね、1000円がね、まあ私の方は入っておりますんで、こちらにね、1000円を打ち込んでいきたいと思います。はい。ということで、1000円打ち込みました。そうするとね、パスワードを入れなきゃいけないみたいですね、楽天の。ということでえ、パスワードを入れ終わるとですね、またカードを読み込ます画面になります。あ、かざしたままにしてください。外しちゃった。 はい、かざしたままに、ね、するみたいですね。はい。失敗しました。もう一回行きましょう。ちゃんとね、スマホはね、バイブで、あのー、認識してくれるんで分かりやすいですね。あこれで一瞬でね、チャージ完了ですね。はい、こんな感じで。楽天キャッシュチャージ1000円完了ということで、これで OK ですね。はい、残高ね、0になりました。で、楽天キャッシュの方にね、1000円入ってるって言いた形ちになります。 ちょっとちゃんと入ってるか。ちょっと、あの、私もちゃんと確認できてないんですけど、多分これで入ってると思います。はい。こういった形になってるんですよね。ま、あせっかくなんでね、試しに ANA カードの方もね、ちょっとやってみましょうか。多分これはね、できないと思うんですけども。こっちもね、1000円チャージしたんですよね。ちょっとこれでね、やってみたいと思います AN。ANA のね、SFC の JCB カードですね。Twitter の方ではね、できたっていう方もいらっしゃったんですよね。あ。 やはりね、この番号ダメですね、はい、このカードからチャージできませんということで私はねこの SFC のね j c b

においてチャージ可能な限度額は上限10万円。これがね1月に対して10万円っていう風になっておりますので、この点はね覚えておいてください。またね。 楽天エディねあの、チャージした楽天キャッシュっていうのは、えー、基本型っていう風になりますんで、出勤はね、することができないって言いたがちになります。で、先ほども言った通りですね、この楽天エディからね、楽天キャッシュにね、利用することができない、あの、エディの番号っていうのもあるんですよね。こちらね、公式サイトにね、こういった形でね、記載がありまして、この番号に関してはですね、えー、楽天キャッシュへチャージすることができないって言いたがちになります。まあ私はね、この、 番号に入ってるっていう風になりまして、利用することは先ほどできませんでしたよね。ですので、楽天 AD 自体をですね、ANA カードしかね、持ってない方はですね、ちょっとね、あの、このルート自体がですね、利用することができない可能性もね、あるかな、なんていう風に思いますんで、まあ、この点はね、あの、楽天カードを持ってる方ほとんどだと思うんですけども、楽天カードに関してはですね、私ね、利用することができましたので、まあ、楽天カードを持ってる方に関してはね、大丈夫かな、なんていう風に思うんですけども、まあ、 もしかしたらですね、持ってない方ね、中にはいらっしゃるかもしれませんので、まあ、こちらをね、ルート利用されたいっていう方は、まあ、どうにかね、エディね、ゲットしていただいて、この番号から始まらないね。まあ、基本的には楽天カードだったらね、あの、間違いないかな、なんていうふうに思うんですけども、この点はね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。こちらね、入ってるとね、ちょっとね、このルート利用することができませんので、この点はね、注意していただければな、と思います。それでは次にですね、昨日ね、私は楽天エディね、 Android のスマートフォン持ってるにもかかわらずですね、利用することができなかったんですよね。で、こちらね、視聴者の方にね、教えていただいたんですけども、 android のスマートフォンを使っている方で楽天エディのね、アプリを開いて、こちらのね、トップの画面に上にな、ね、い楽天キャッシュの残高が出ると思うんですけども、プラスボタンが出てない方、私もね、出てなかったんですよね。ですけども、視聴者の方をね、やり方、えー、教えてもらった通りにやったらですね、私ね、利用することができましたので、こちらもちょっとね、お話し,したいと思うんですけども、まずですね、 android のスマートフォンを使っている方でえ、プラスボタンが出てない方はですね、まず、スマートフォン自体をですね、最新版にアップデートねしていただく必要があります。で、そちらの方なんですけども、ちょっと私のスマートフォンとですね、皆さんのね、n d r o i d のスマートフォンね、また、全く一緒ではね、ないと思うんですけども、設定からですね、システムに行っていただいて、システムアップデート、えこちら、 をしていただくと、まあ最新版にね、切り替わるっていう風になりますんで、こちらをね、えぜひやってください。で、最新版にしたらですね、再起動をね、一回かけてください。そうするとですね、a n d r o i のね、最新版になりますんで、その次にですね、楽天エディのアプリありますよね。プレイストアでえ楽天エディのところ行っていただいて、アプリもね、最新版にしてください。これをね、することによって、私はですね、 利用できなかったね、このプラスボタンをね、出てきたっていう風になりますんで、こちらでね、ぜひ試していただければなと思います。まあ、これでね、Android の方は利用できるのではないのかななんていう風に思うんですけども、まあ、この方法を試してね、できなかったっていう方は今のところいないんですけども、まあ、もしかしたらですね、中にはね、できない方もいらっしゃるかもしれませんので、一応ね、こちらをね、試していただければなっなんていう風に思います。 ということで、今回ですね、楽天エディから楽天キャッシュへのね、実際のチャージの方法を解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、チャージ自体はですね、非常に簡単にできますんで、Android スマートフォン持ってる方は、ぜひね、やってみていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログツイッターもやめてますんで、フォローをチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。